それではホームの相模原から11人見ていきます。ゴールキーパー東です。バタヒキ、山下、ぬくいの3バック、アンカーに岩上、中盤インサイドに吉武と増田、ワイドに加藤と橋本、前線2トップ瀬沼、そして安藤と入っています。アウェー愛媛 FC のスターティングラインナップです。ゴールキーパー辻です。木村、森下、小川、引田の5バック、中盤に深澤と谷本、トップ下に石浦、右茂木、左佐藤、前線1トップに松田です。抜くい安藤、安藤もしっかり起点は作れる選手です。増田から逆サイドに振ります。さあ加藤です。スペースはあります。加藤パスにした、また引き折り返す、瀬沼のヘディング、よく触りました。辻ナイスキーパー、完全に枠は捉えていました。正面に持ってきて正面経由で左、こっから入れてきます。ヘディング、叩きつけるヘディングでしたが、ジャストミートとはいきませんでした。石浦、相手を背中に置いてつなぐ、谷本から佐藤に入った、佐藤の左足、佐藤の左足のシュート、よく山下がブロックに入りました。このバックパス安藤が狙っています。寿司のキックを通す、谷本へ、増田にファウルはなし。瀬沼、まだ運ぶ瀬沼、溜めてパス、橋本のクロス、流れてくる加藤、のは逆足、左足でしたけれども、わずかにポスト左逸れています。で、持っていきが左に回ったでしょうか。後半のスタートです。山口から持っていきが内側を追い越しました。流れてくる佐藤の右足、まだ後半1分と経たないところ、 C の愛媛先制です。この両者の前回対戦とは逆の展開になりました。前回対戦では相模原が後半1分で若林のゴールでしたけれども、今日は愛媛が取ってきました。増田です。リターンパス、そして逆サイドクロス、加藤が入ってくる、シュートに行ったかラストパスを送ったか。探す東、加藤、こういうところも愛媛の選手がどんどんプレッシャーに出てくるんで、パスが引っかかります。繋がる石浦、ラストパス、佐藤が来た、今日2ゴール、77分追加点愛媛です。そして冷静に左足を振り抜いて右下隅に決めていった佐藤です。速いボール、ゴールに向かってくる、よく弾きました東です。茂木からでした。増田持ち出す、増田、逆サイド加藤が手を挙げて呼んでいます。そこにボールをつけました。一つ内側巻き上がっていきますが、そこはダミーにしてカットイン。増田縦パス読んでいました。つながる牧山、
抜けてくる安藤のシュート、1点返しました相模原。時計の針が90分を回ったところでホームチームが1点返してきました。まだわからない。東のフィード、走った安藤、西山です。ここで試合が終わりました。逃げ切りました愛媛 FC。 90分に1点返されてにじり寄られましたが、なんとか相模原の反撃を振り切りました。